アンスタ具合悪い？いやいやいや、どっちでもいいですけど。いいやろ、うん、はい、細川さん、お見送りです。でしょ、ありになる。ありがとうございます。おー、熱き男の友情やね。今日はでも、読んだやろな、虫が。そこの顔、ほんまに、うん、まさか秋田の人とね。そう、まあ、であ、うん、リコちゃんフェイスでツアーと。そうやもんね、うん。今日はいっぱいの人間読んだね。ねえ。気ぃつけて。ETC つけ逃げたから案内したんねんな。うん。あ、つけてきた ETC。え、これから。これから行くよ。余裕の時間があるんで。そうなんや。また夜よかったらおいで。はい。芸能人はまたこんなストローかって言うとったのかな。これ忙しいからまたこんなせいや。冷たかったですよ。はいって言うぞ。レーシング、二輪か。ね。泉か。あ、向こうかいな。南高のがええんちゃうんとか。ねえ、まあいろいろありますからね。気づけて帰ってください。ありがとうございます。やむなよな。うん、なんか分かりやすいですかね。やっぱりこっちの方が分かりやすいですかね。あ、そうそうそう、さっきのは。まあでも、昨日も以前に行ってるから。全国2号線、全国1号線を行き過ごしたんで、はい、あ、はいはい。ちょっと待ってください。ごめん、ちょっとだけ回しておいて。バッテリーないから次に。気づけてね。秋田県から下に水気があった。いい音する。気づけてね。どうやったら。あの人はね、下道しか乗らないじゃないですか。すげー。 ETC ついてないしね。本当やな。もう、有料道路嫌いな人なんで。うわ、すごい。秋田から来てる。はい、下道ばっかり。誰が乗ってる人みたいな。860キロって言ってました。素晴らしい。気をつけて。